本当であればですね、高田さんがこっち見てて、2月3月頑張ろうとか言えっていうような目をしてますけれども、それもありますけれども、皆さんが日産に勤めててよかったと、日産の販売者に勤めててよかったと思えるような日産に住むことを記念して乾杯したいと思います。乾杯！採用教育課では、社内の雰囲気がよくわかるように今後も動画を、アップロードしていきたいと思います、動画がいいなと思った方はグッドボタン、動画が悪いなと思った方もグッドボタンを押してください。本日はご視聴ありがとうございました。